春菜年正室、土州八幡山、佐田吉八幡三、佐田吉から1914年3月11日は、土佐国土佐軍出身の大相撲力士。最高位は大関。本名は、広田定治。身長170センチメートル、体重101キログラム。所属部屋は、稲川部屋、玉垣部屋、大竹部屋、根岸部屋、友綱部屋。 はじめ大阪の稲川部屋に入り、二段目まで上がった後、1884年1月兄弟子の宮山と共に、東京に出て九大玉垣の門人となり二段目、番付外で取る。1886年1月入幕。1889年1月新栄の小西樹と、預かり、西の海と、引き分け。1889年5月も、 小二式と引き分けるなど技能派の花形力士として人気を集め、1891年6月を大関に昇進した。前世紀はこの頃であり、その後は得意の足癖が災いしたびたび膝を脱臼、気分的に腐って脱走し曲げを切って、残切り頭で出場したことがあった。1894年1月無印張り出しと、成子の場所限り引退。 年寄り六代港川となったが、三山の六代友綱と反りが合わず高砂部屋に移籍。神奈川県平塚に海水浴場を経営したが、このことが猿号規則に停職したため廃業して、各界を去った。廃業後は郷里に戻り、五福屋を経営しながら土地相撲に尽力したりしたが、職を転々とし、不遇のうちに1914年3月11日、55歳で死去。 170cm101kg と体格には恵まれなかったが足癖を得意として人気は高かった。ありがとうございます。